いや、ロレントからわざわざご苦労じゃったな。しかし不動、銀線、銃剣に加えて期待のルーキーの揃い踏みか。なんとも豪華なメンバーじゃの。期待のルーキーお前さんのことじゃよ。四つの地方で結社の陰謀を立て続けに阻止した脅威の新人。そんな風に噂されておるようじゃ。冗談。陰謀阻止したなんて買いかぶりもいいところだわ。いつも実験が終わってから余裕で逃げられちゃってるし。でもロレントの事件ではいい働きをしてくれたじゃない。胸を張ってもいいと思うわよ。あれはその偶然が重なったっていうか。照れるなっての。要は評判に見合うだけの働きをすりゃいいんだからな。もう簡単に言わないでよ。それはともかく、ボースでの状況はどうなの？今のところ結社が関与しているとおぼしき事件は起こっておらんよ。例の空賊艇の奪還事件以来、軍の警戒も厳しくなっておるしな。あえて言うなら手配魔獣が増えておるくらいか。そうか。ボスって手配魔獣が現れるのが他の地方よりも多い気がするわね。前に来た時もそうだったけど、何か原因でもあるのかな。もともとボス地方は広いし、険しい地形に囲まれておるからの。そういった場所から凶暴な魔獣が降りてくることが多いんじゃが、それにしても今月に入ってからすでに10件も報告されておってな。それは多いわね。スティングさんあたりが頑張ってくれてるのかしら。それとクルツたちも先日立ち寄ったついでに何匹か退治していってくれた。できればお前さんたちにも手伝ってもらいたいんじゃが。そうした方が良さそうだな。凶暴な魔獣の増加にしても結社が絡んでいるかもしれん。放っておくと危ないし、ここは退治を優先しちゃいましょう。アガットさん、どうしたんですか？あれ、どうしたの？いや、なんでもねえ。とりあえず、今報告されてる手配魔獣を片っ端から退治するか。失礼しますわ。メイベル市長、それにリラさんじゃない。ごきげんよう。エステルさん、ようやく再会できましたね。ご無沙汰しております。うわー、なんだか久しぶりね。生誕祭の時以来だったっけ。ええ、そうなりますわね。エステルさんのお噂はいろいろなところで耳にしていますわ。他の皆さんもお久しぶりです。クローゼはもう休暇に入ったのかしら。いえ、実は一足先に休学にさせていただいたんです。メイベル先輩とリラさんもお元気そうで何よりです。メイベル先輩？あ、王立学園の先輩でいらっしゃるんです。公の場以外では威張らせてもらってるわけですわ。そうなんだ。それとアガット・クロスナーさん、お久しぶりですわね。なあな。あれ、アガットって市長さんと顔見知りだったの？何度か依頼を通じてお世話になっていますわ。それと10年前に。おい、
ジョーさん。失礼しました。今日のところは皆さんがいらっしゃったと聞いたので挨拶に伺わせていただいたのです。聞けば王国全土を騒がす国際犯罪組織を追ってらっしゃるのだとか。国際犯罪組織。少し雰囲気は違うけれど、そう思ってくれて構わないわ。ボース氏としても犯罪組織の暗躍は人事ではありません。可能な限りの協力をさせていただきますわ。うん、その時はよろしくお願いします。ま、せいぜい期待してるぜ。では私たちはこれで失礼させていただきます。何かありましたら市長邸までいらしてくださいね。失礼します。やれやれ、アガット、お前さん、もう少し愛想よくはできんのか。悪いが、これが地でね。サービス業じゃねえんだ。その辺は勘弁してもらうぜ。確かにアガットって誰に対しても横柄だけど、それでも対応そのものは割と丁寧な感じがするのよね。でもさっきの市長さんにはそっけなく感じたんだけど。気のせいだろ。それよりもさっさと手配魔獣の退治をしまぞ。じいさん、一通り教えろや。うん、報告されているのは3件じゃ。まずは黒根峠に出没するブレードファング。そしてキリフリ峡谷に出没するゴーストエピタフ。最後に琥珀の塔に出没するオクトボーンじゃ。うん、ちゃんとメモしたわ。よし、魔獣退治ってことは俺の銃剣の出番のようだな。今回は俺に仕切らせてもらうぜ。え？ま、ボース地方はあんたの故郷でもあるしね。今回は適任じゃないかしら。ああ、俺も依存はないぞ。決まりだな。それじゃあエステル、とっととメンバーを選ぶぞ。なんか強引ね。準備はいい？お願いします。さてと、手配魔獣については各地に行ってみるとして、せっかくだからラベンヌ村にも寄っちゃう？あのな、定期船でも行ったはずだろうが、ラベンヌ村に寄るのはボースの事件が一段落してからだ。もうケチくさいわね。アガットさんの言う通りかもしれませんね。ティータちゃんを差し置いて私たちが寄るわけにもいきませんし。あ、それもそっか。そこで納得すんじゃねえ。
Thank you.
お嬢様は2階の書斎にて執務何かご用がございましたらどうぞそちらをお尋ねください。あら皆さん、早速何かご用事ですかしら。ちょっと状況の報告に来ただけよ。
まずは気配魔獣の退治から手伝うことになったんだ。あ、とりあえずの仕事だがな。いいえ、それでも助かりますわ。ここのところ多くて、ずっと頭痛の種の一つでしたの。あ、やっぱり市長さんも困ってたんだ。ええ、安全な交通路の確保は商業都市にとっては死活問題。簡単なお仕事かもしれないけど、その解決のメリットは存外に大きくてよ。手配魔獣の退治、どうぞよろしくお願いしますわ。うん、任せておいて。
Thank you.
酔いしれたかな。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。
誰かと思えばカシウスの娘ではないか。王都ではご苦労だったな。ロレントでも結社絡みの騒動があったと聞くが。うん、大変だったけどなんとか解決できたわ。ああ、かなりヤバい目にあったかな。そうであろう。やはり結社の手の者、相当な難敵揃いのようだ。この先も一層の警戒が必要ということだろうな。時にお主ら、今はこの地方で仕事をしておるのか？あ、うん、そうです。ボース支部の手伝いで手配魔獣の退治をしてるの。なるほどな。魔獣退治は誠に結構だが、何か事件があった場合はすぐ軍にも連絡を入れるように。我々が教会に協力するのも相互の信頼があっての話だ。特に近頃はよからぬ組織の件もあるわけだからな。何かあれば支部を通して連絡する。それで文句ねえだろう。うん、それでいい。くれぐれも抜け駆けはせぬように。我々が教会に協力するのも相互の信頼があっての話だ。何か事件が起こった時は軍にも連絡。
出直してきた。せや。相手が悪かったな。相手が悪かったな。相手が悪かったな。まだまだいけるわ。
て出直してきた。顔を洗って出直してきた。はあ、せや、それごめんな。相手が悪かったな。これぞ勝利の美酒ってやつだな。相手が悪かったな。ここなら何か釣れそうね。
Thank you.